はじめまして、新しい7組のみんな。前の7組に所属していたエリオット・クレイグだよ。よろしくね。お噂は金々、7組出身とは知りませんでしたが。よろしくお願いします。演奏とっても素敵でした。ありがとう。君たちのことは先週リーンから聞いたばかりでね。アルティナちゃんだっけ。ずいぶん雰囲気が違うね。まあ以前お会いした時は敵同士でもありましたし、隠密活動に特化したスーツも着ていましたから、うん、君はだから一体何やってたのよ。しかしまさかこんな場所で改めて再会できるなんてな。巡業旅行で回っているのか。うん、さっきセントアーク駅に到着したばかりでね。この大聖堂を拠点に数日ほど活動する予定にしているんだ。リーンたちの演習に重なったのはちょっとラッキーだったかな。はあ、そうだな。ラッキーというにはタイミングが良すぎる気もするが。え、あは、何のこと。ま、それはともかく、今はちょうど忙しくてさ。改めて連絡するけど、会う時間は作れそうか。うん、大丈夫だと思う。夜になっちゃいそうだけど、実はこれからここで。すみません、エリオットさん、子供たちがそろそろ。あ、はい、こちらは大丈夫です。実はセントワークの子供たちに演奏のコツを教えることになってさ。わあ、演奏教室ですか。そうか、子供たちも喜ぶだろうな。君たちは特別演習じゃなくて特務活動だったっけ。初日みたいだし、無理しすぎないように頑張ってね。